改めまして明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、豊さん、はい、昨年の12月30日に、はい、ペット外国人巨人がね、はい、巨人を発表されました。はい、はい、エリック・テームズ選手と、はい、ジャスティン・スモーク選手ね、はい、まあ、すごい選手を取ってきたなという、はい、まあ、年内にはそうですね、34歳のベテランの方で年内にはね決着させるっていうふうに言ってたけど、こんな大物外国人をやっぱりよく巨人は取ってきたなというね。うで、まあ、一人一人、まあ、YouTube の動画とかいろいろこう動画を見て、まあ、バッティングなり、まあ、何なりをちょっと見てみました。はい、エリック・テームズ選手、この選手はね、一言で言ったら無駄がないバッティングが、うん、で、あのスイングスピードが速い、うん、だからボールを引きつけて打てるだけにものすごい期待をしている。で、韓国でも経験が3年間あって、うん、その中 の、 あのベストシーズンというのは40-40、はい、48本だっけ、ホームラン47本、47か、はい、盗塁40本、こう、はい、これなかなかね、ホームランバッターがこれだけの脚力を持ってるっていうのはなかなかいない外国人で、うん、まあ、すごいなんか期待をしてますよ。はい、その年の打率も3割8分1厘、すごい数字だよね、はい、だからすごく、あの2015年だっけ、それはね、2015年で、まあ、まあ、5年経ってるということでね、うん、まあ、その5年間の成績はどうかというと、まあ、さほどでもないんだよね、うん、その韓国からまたメジャーに帰って、はい、まあ、やるんだけど、まあ、少し成績が年々こう落ちてきてるというね、これが年齢的に来るものなのかどうかっていうのは分からないけども、まあ、そこら辺成績が落ちてるっていうのが少しちょっと心配かなっていうような、まあ、感じがします。で、もう一人、ジャスティン・スモーク選手、はい、はい、こちら選手、特徴は左投げ、はい、スイッチ、はい、スイッチヒッター、はい、左投げのスイッチヒッターって結構珍しくて、日本にいたのかなっていう、日本人選手では左投げ両打ちっていうのはスイッチヒッターっていうのはなかなかいない、うん、で、バッティングの特徴といえば左はすごくパワフルなんだよね、はい、で、まあ、アウトサイド寄りのボールが非常に強いということ。で、右打席は非常に左に比べると多少コンパクトというね、うん、ただ完全なパワーヒッターだよね、うん、うん、だから、まあ、特徴的にはちょっと三振が多いかなという感じ、はい、メジャーの出場試合数が1286試合、うん、三振の数が1122個、うん、だから、まあ、ざっと計算すると1試合に1個け、あの三振するというね、うん、まあ、そのぐらい高い確率で三振をしていくわけだけども、ただやっぱパワーはすごいよね。 うん、うん、だからこの選手も2017年にキャリアハイを、はい、更新してるね、はい、38本塁打、90打点、うんうん、打率が2割7分、だからメジャーリーガーとしたらもう全然こうすごい成績を残してるわけだけども、この選手もテームズと一緒で年々こう下がってきてるんだよね、うん、ここら辺が年齢から来るものなのかどうなのかということ、それとスモーク選手はファーストしかできない、うん、他のポジションはできない。で、まあ、動き的に盗塁通算で3個しかしてないんだよね、はい、スモーク選手が、はい、で、動きという面に関しては非常にあまり良くないという、うん、ただ、映像とかで見てるとハンドリングが素晴らしくいい、うん、だから、まあ、一塁手とすればすごくこうボールをすくい上げたりだとかいろいろすることは非常に長けてるという、うん、だから、まあまあ、あの吉川尚輝がセカンドを守るとするとね、吉川がセカンドを守るとすると、まあ、そこら辺を吉川が埋めなきゃ、守備範囲という面では埋めなきゃいけないのかなっていうような、うん、で、それに伴ってテームズもファーストもできるんだけどレフトのポジションに行くかなっていうような、そういうまあ予想が立てられるというね、うん、だから、え、これ考えるともう巨人のレギュラー決まっちゃったじゃんみたいな、そんな感じで2027年のちょっと早いけどもちょっとオーダーをちょっとここを作ってみました。はい、
1番梶谷、はい、2番坂本、はい、3番丸、はい、4番岡本、はい、5番、まあ、テームスを入れたんだけど、まあ、ここら辺がスモークになるのかテームスになるのかっていうのはちょっとわからないけど、まあ、ジグザグ打線が好きな原監督だったら、まあ、こういうオーダーを組むかなっていう。ただプライドを考えると、まあ、年俸とかね考えるとスモークの方が5番を打つかなという、うん、スイッチだしね。だからここら辺はちょっとわからないんだけども、ただ動きとか足とかを考えるとオーダーを一つ上げといた方がテームズがいいのかなっていう、うん、でスモークになって、まあ、大城、吉川、あとはピッチャーということになるんだけど、うん、まあ、ここら辺の外国人はこう入れ替えがある。ただテームスが怪我をした時に、例えば代わりに入る選手が加盟だったりすると、まあ、オーダーをいじらないという意味では5番加盟に入った方がいいし、まあ、スモークが怪我をして出れない休ませるっていうことになってくると中島ウィーラーが、まあ、6番の方がいい、うん、こういう打順を考えた時にはやっぱテームズが5番に入って、6番にスモークが入るかなっていうような、まあ、感じはします、はい、うん、ただこのスモークとテームズだけど年々成績が落ちてくる、まあ、例えば日本に入ってくる外国人の中でやっぱりバリバリの成績でポンと日本に来るような選手はなかなかいなくて、やっぱ落ち気味になった選手が入ってくるということを考えると、昔のタイラ・ウッズだとか、まあ、昨年阪神に来たボーアだとか、そういう選手たちも結構こう成績を落としてきてるわけね、うん、で日本でもう一度ブレイクをしたということを考えるとね、まあそんなに悲観することもないし、まあ両選手ともパワーという意味では非常に使える、だからすごく期待ができる、うん、で、まあ、テームズはやっぱ韓国もね、うん、経験もしてるし、はい、でアジアの野球ということに関しては、まあ気候なりそういうものに関してはもう慣れてるということね、はい、まあ、それとヒゲが特徴の選手で、ヒゲを剃らなきゃいけないんだとバッドニュースだっていうふうにスカウトが連絡したところ、いやそんなのは OK だと。だからすごくなんか性格をこう見てもね、コメントを見ても非常に柔軟な、そんなところを感じるし、まあそれともう日本語を勉強してるという情報も入ってるしね、だからその文化もいち早く取り入れようとしてるところがあってね、だからまあ韓国のプロ野球またメジャーに帰ってまた日本に来るということも考えると、まあそんなに不安はないし、で韓国であれだけの成績を伸ばせた選手、まあサンズなんていうのはね、昨年か、はい、阪神で活躍したけども、なんか期待ができるなっていうような、そんなワクワク感が今からちょっと見てみたいなっていうワクワク感があります。でスモークの選手はもうバリバリのメジャーリーガーだけに、これが日本の、環境だとかそういうしきたりにね合うのかなっていうね、まあ昔はねバリバリのメジャーリーガーが来たらもうわがまま言いたい放題で帰っていくっていうのが常だったんだけど、だけどまあ最近は外国人もね性格がいいし、なんかすごく日本の野球も理解をしてくれてるという人から考えると、まあ日本でもう一花という、まあスモーク選手には非常に高い年俸を払うみたいだから、もうやってもらうのが困るんだよね。まあ一説によると6億から7億とかね、まあ1シーズンで払うというような、まあそれはもう菅野がメジャー行ってお金が入るからかなっていうふうなことも考えられるんだけども、なんかすごく期待ができる、あのパワーを見てみたいというね、東京ドームの看板にボコボコ2人で当てるようなことになれば、なんかもう優勝しちゃおうかなっていうような、あとピッチャーが揃えばね、なんかそんなこの早く見てみたいちょっとオーダーをこうやって作ってみましたけども、はい、ね、今からこの打順を組まれる、はい、となんか相手ピッチャーは嫌だろうなと思うよね、
でもまあさすがにね、まあ、ジャイアンツ補強、まあ、素晴らしい選手を取ったなっていうようなそんな印象です。でも今回の補強っていうのはもうズバリぴったり来てほしい。まああの、うん、まあ、昨年はあの考えてみると、まあ梶谷を取ったよね、一人外野手を、でファーストとレフトが流動的だったんだよね、いろいろね、はい、ただあの、まあ、そこを埋めることによってもう不動のオーダー、まあ、怪我がなければ不動のオーダーが作れるということ、うん、まあ、活躍次第にもあるけどもね、うん、ただそこを埋める中島だったりウィラーもちゃんといるということ、うん、まあ、亀井ももちろんそうだけど、だからなんかより層が厚くなる、うん、この2人の特徴は速球に強いということね、うん、速いボールに、はい、ということはソフトバンクを意識して必ず取ってるということだね、うん、だからまあ今シーズンもジャイアンツは非常に期待できるオーダーが楽しめるということですね、はいはい、まあ外国人は取って働いてみなきゃわからないけども、まあ、見てみなきゃ本当にわからない、また実戦をやらなきゃわからないと言っても、あの打ち方だとかあのバットスピードだとかそういうことを考えると、まあ、なんか必ずやるような気がします。